ます。あるキャラクターが別のキャラクターにドアの鍵を渡していくことで新たな物語が展開する例は数多くあります。例えば、2ドア法で1つ目のドアはスポーツ、バスケットで2つ目のドアは高校生という設定だとします。そこからスポーツに興味のない高校生がある少女との出会いによってバスケットの楽しさを知るという物語の世界観を作ることができます。次に3ドア法で例えてみます。1つ目のドアは現代、2つ目のドアは知能バトル、3つ目のドアは兵器種族という設定だとします。これである日普通の高校生が不思議な本を手に入れて古代の兵器種族の力を使えるようになるという物語の世界観を作ることができます。ドアはなぜ2つか3つがいいのでしょうか。1つだと世界に広がりがなさすぎます。逆に4つ、5つと増やしていくとどうなるでしょう。世界の構造がより複雑になり、鍵の種類も増え、多くのキャラクターが必要になります。物語がとても難解で、読み手にとっては理解するのが大変な世界になっていきます。ただ2つか3つといったのはあくまで漫画の初期設定での最低限の数だということに注意をしてください。長期連載している漫画などは新しく物語が展開するたびに新たなドアが生まれていきます。これまでになかった新しいドアが現れ、そのドアの鍵は誰が持っているかという形でエピソードを増やしていくのです。